ちょっとお仕事の話も伺いたいと思うんですけれども、ちなみにここの蒲郡ではこれまでに優勝が3回あります。 ありがとうございます。はい、ご印象はいかがですか。ここはスタートが難しいです。本当にちょうどいいスタートがいけないですね。ほうほうほう。全速で一定心を狙ってるんですけど、はい、そのつもりで行ってると、うん、気がつくと05ぐらい行ってたりとか、逆に25しか行かないかったりとか、うんうん、とにかく一定心のスタートができないです。ここは、うん、早かったり届かなかったり、うん、でそれを見越して行くんですけど、うんうんうん、それでもなかなか決まるっていうのは、うん、ほとんどないですね。そうなんですね。こういう時が買いだっていうのあります。ファンの方が見てて徳間選手がこういう時は買い、僕の買い時ですか。僕、はい、展示タイムに限って言わせてもらうと、うん、あのなるだけ展示タイムが出るコースは走ってるんですよ。人によってこういろんな走り方があって、まあ、1コーナー大きく回る人もいれば小回りする人もいると思うんですけど、うん、あの僕その後の展示タイムが出るライン取りっていうんですかね、うん、そういうとこ走ってるんで、はい、人と同じタイムだったら出てないと思ってください。あ、そうなんですね。じゃあ人よりもいい時じゃないと、 人より良くて普通です。あ、良くて普通で、ちぎってる時は本当に出てます。なるほどね。じゃあ展示タイムちぎってるとき皆さん要チェックですからね、覚えておいて、はい、いただかないとですね。ピットアウトのとき足をピョンって上げられますよね。 あれは本当に意識してません。あのやろうと思ってやってるわけじゃなくて。そうなんですか。気持ちが前にいってるだけですね多分。はい、こう前に出ようって思う気持ちがその姿勢になる、まあ、勝手になってるだけで、まあ、それがまあ、今いい風に捉えられてるとか取り上げてくれてるんで、うん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 、まあいいかなと、はい、さあ、まあね、今年はグランプリシリーズを残してますが、2018年振り返ると16回優勝、そして優勝7回、うん、この回数はご自身で振り返ってどうですか。まあ、数字だけ見れば、うん、あのよくできた年だと思いますし、ええ、あのまだまだ取りこぼしているレースがいっぱいあるなっていうのも正直感じてますし、うんうんうんまあ、かといって全てが完璧にできるわけではないんで、ええ、そのアベレージっていうか質をもっと上げたいなとは思ってます。でもね、これ勝率も2019年前期適用勝率 7.84、 8点取れないですね。いやいやいや、でもすごいレベル高いですもんね。まあ、良ければそれぐらいできるんだなっていう、まあ、自信みたいのはあるんですけど、うん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 、その中でやっぱ自分の中の壁をまだ超えられてないな、うんまあ、さっき言った8点が取れないとか、うんまあ、上だけは常に見てたいなとは思ってます。じゃあここでね、ファンの方からも質問いただいているので、はい、ちょっとさせていただこうと思います。 SG を勝ちたいと思いますが、特に取りたいタイトルやレース上はありますか。いや、タイトルに関しては何でもいいです。取れれば取れればいい、まあ、シリーズ以外であればなるほど。で、まあ、もちろん勝ちたいですし、うん、それを目標にやってますし、うんうんうん、レース上は本当どこでもいいです。 では来年の目標、ちょっとさっきと重なるかもしれませんが教えてください。正直漠然としたものしかないんですけど、うんまあ、毎年グランプリだけは目指してます。でその時の調子によって、じゃあ今年は狙えるタイトルがあるならそれを狙っていこうみたいな、うんうん、そういうスタンスです、はい、ということは来年はぜひグランプリに出ていただいて。そうです ね、まあ、とにかく SG の権利をいっぱい取れるように、うん、まずそこですね。そうすればおのずと成績上がってくるんで、うん、あとはその SG を走る回数を増やして、チャンスを増やして、そこで勝ち上がってきて、で勝負できるようにしたいです。はい、はい、じゃあ最後に徳間選手からファンの皆様へ一言お願いします。はい、また蒲郡来た時にはすごくいいレースができるように、いそいそ魂込めて走りますんで、またどうか応援のほどよろしくお願いします。そしてまた末永くこの業界のことよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、徳間秀樹選手でした。ありがとうございます。
長、はい、お疲れ様でした、はい、どうも。すいません、感想をお願いします。いや、こんないっぱいのファンの方がいらっしゃると思わなかったんで、まだまだ人気あったんだなと、まあ、これを励みにまた一生懸命頑張らさせていただきたいと思います。ありがとうございました。